お疲れ様です。今回なんですけども、私がちょっとふと思うことをですね、今回動画アップロードすることとちょっと雑談事をね、してみようかなということでですね、動画アップロードするわけなんですけども、シルバーアクセサリーブームっていうのは昔1990年代だったかな、その当時からあったわけですよね。まあその中でね、まあ今回はクロムハーツさんのもう T シャツだけ、もうロンティーとかちょっとね、パーカーとかは覗きます。うん、 T シャツだけをちょっとね語ってみようかなということでですね、それとですね、ふと思うことをですね、ちょっとね喋っていけたらいいなと思っておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。でね、まあシルバーアクセサリーブランドって、まあ、クロムハーツさん以外にもあったじゃないですか。昔にもね、いろいろとあったでしょ。その中でもね、未だに売れているシルバーアクセサリーブランドの中で未だに売れている T シャツといえばクロムハーツさんだけなんですよ、ぶっちゃけ言いまして。うん、それがね、ある意味すごいなーと思うわけなんですよ。うん、とあともう一つね、やっぱりクロムハーツさんの T シャツってね、もう1枚羽織ればもうネックレスとかリングとかブレスレットとかつけなくてもいいんですよ。うん、今この動画内ではちょっといろいろとね、ネックレスとかブレスレットとかつけておりますが、これは動画内でちょっとね、まあ、つけてるだけであって実際つけてることはございません。うん、で本当にね、クロムハーツさんの T シャツだけでをさらっと着てですよ、さらっと着るだけでね、クロムハーツさんらしいね、インパクトのあるデザインで、なおかつそれをね表現できる T シャツといたしましては、クロムハーツさんしかないのかなということをですね、ふと思ったわけなんですよね。まあ、他にもありますよ、シュプリームさんでもそうですね。胸のあたりにね、シュプリームっていうロゴがあれば、あ、シュプリームなんだって思うかもしれません。うん、それはね、でもシルバーアクセサリーブランドがね、その中でもね、クロムハーツさんの T シャツが今でも売れてるっていうことはですね、本当にある意味本当に今になってね、すごいなと思うわけなんですよ。うん、だから私もね、たまにな、休日の時にね、クロムハーツさんの T シャツを着るわけなんですよ。うん、ネックレスも何もつけずにね、まあ時計はさすがにつけると思いますが、まあその中でもね、さらっと着こなせてインパクトを出せるのはクロムハーツさんの T シャツだけだと思うわけなんですよ。うん、まあそれに似た分類の T シャツもございますが、でもね、明らかにクロムハーツさんの T シャツってファッション性も高いですし、T シャツ1枚だけでもね、別にアクセサリーつけなくてもね、何度も申すようですが、アクセサリーとかもつけなくても T シャツ1枚だけで表現ができますので、その点はすごいなーってね、思うわけなんですよね。うん、でまあ中にはね、その動画を、視聴者様の方でですね、クロムハーツさんが嫌いだっていう方もおられると思いますが、私もまあ嫌いか大好きかと言いますと、まあ中立の立場ですので、あんまりね、昔はね、私ね、クロムハーツの T シャツ嫌いだったんですよ。買ってる割には嫌いだったんですよ。うん、でもね、本当にね、今になってみてね、ファッション性が高いな、クロムハーツの T シャツ1枚着ただけでリングとかネックレスとかブレスレットとかつけなくていいなって思うようなね、デザインをねしてるわけなんですよね。うん、それでなおかつ今も売れてるでしょ、 T シャツとかでも。うん、だからある意味クロムハーツさんの力っていう、影響力っていうのは、ブランド力っていうのは強いなってね、思ってるわけなんですよ。うん、まあ今回ちょっとまあ話が長々となってしまいましたが、短めに動画撮りたいと思っておりますので、今回はね、クロムハーツさんの、ね、T シャツのことについてですね、私が思うことをですね、動画アップロードいたしましたので、またそうですね、また違った
った内容の動画も上げていきたいと思っておりますので、今回ちょっともう雑談トークごと、私がふと思うこと、クロムハーツさんの T シャツで思うことをですね、ちょっとね動画といたしましてですね、動画アップロードいたしました。でまたね、あの気軽にね、あのコメントいただいたら構いませんのと、あとね応援の方もね何卒よろしくお願い申し上げます。それでは失礼いたします。ありがとうございました。